俺にある相談を持ちかけてきた。会社の事務所で子供がうるさいんだよな。会社で子供？会社の人の子供さん？どうだろう。話を聞くとそうじゃないかなってことらしいんだけど。わかんないのか？ああ、小学校が終わるだろ。その下校くらいの時間に事務所に来て、俺の机の隣とかにいたりするんだけど、他の人に確認する間もなく別んとこ行っちゃうからさ。別の？そいつらもうるさいだろうに。うん。営業一課とか、そっちの事務所の方とかに行ってる時があって、いいのかなぁと思う時があるけど、営業一課って海外とかのハードな奴らだから、神経ボロボロだし、余裕ないし。へぇ、そしたら怒鳴られたりするだろうから、子供もすぐに行かなくなるんじゃ？いや、気づかれないからな。うるさいんじゃなかったのか？ああ、うん。俺はうるさいよ。すぐ横で覗き込まれたり笑われたり、ふざけてドーンって腰にぶつかったりするし、こっちは急ぎの書類をあげてるのにな。営業一課の奴らにはしないのか？いや、してるよ。なんで気づかないんだ？いや、その子供に気づいてるの。俺と、もう一人。ちょっと話を聞いた、その人くらいだもん。俺は運ばれてきたホッケを解体しつつ、勅使河原にうなずいた。勅使河原くんよ、それは俺に相談しても仕方がないって言わんか？霊感ゼロを自負している俺は、とりあえず確認する前に言った。話の途中からしきりに顔の左側を気にしている勅使河原は、左目をこすりながら、あ、いや、ね、相談はこれから。ほう？その子供がさ、ちょっと前から、俺が気づいてるのに気づいたみたいなんだよね。他人の不幸ながら、まずいな。んで、遊ぼうっていう機会を、なんとなく狙ってる気がするんだわ。っていうか、そのもう一人の人に聞いたら、明らかに声をかけようと、いろいろ伺ってるらしいし。お前は気づかなかったのか？なんとなく嫌な予感がしたから、その子供が近づいてきそうな感覚がしたら、席を立って別のところに行ってた。追いかけてまでは来ないのか？ああ、なんだか一定の決まったところでしか動けないみたいでさ。事務所の受付んとこと、俺のいる事務所、それから、つながった営業一課の事務所ぐらいだったかな。そうか。しかし、お前の机を他の部屋に移動できるわけでもないだろうしな。話しかけられるのは時間の問題か。いきなり相談したいところをさっくりと切り捨てないでくれ。しかし、その机で仕事してる以上、離れられんこともあるだろう。ある。やっぱり、時間の問題だ。だから、相談してるんじゃないか。この際だから、話しかけられてしまうのは仕方ないとして。その後の対処。どうした？目にゴミでも？勅使河原はしつこく左目をゴシゴシとこすっていた。あ、いや、すまん。なんか左の視界にチラチラゴミが浮いてるような気がするんだ。俺はその時、珍しく霊感というか、ささやきじみたものを感じて、勅使河原に聞いた。子供が覗き込んでくるのって、お前の左後ろからじゃないか？ああ。左目をこすっていた勅使河原が呆然とその手を止めた。俺も話している時になぜかその子供が
勅使河原の向かって右側から覗き込んでいるイメージで話を進めていた。まあ俺のはきっと勅使河原が左目をさっきから気にしてるからだろう。暗示みたいな感じでな。左目気をつけろよ。だから相談してるのに。だからなんで俺に相談かね。まだ山崎とかのが霊感あるだろう。共通の友人で勅使河原ほどではないが霊感があるらしい山崎という友人がいた。彼の方が適任だろう。いや、そのまあ山崎にも相談するけどさ。俺に相談しても好転しないと思うが、アドバイスとしては話しかけられても無視するのがいいんじゃないぐらいしか。そういうのって大体下手に相手をするとまとわりつかれてという。やっぱそう思うか。勅使河原は憂鬱そうな顔でうめくように言った。てか霊感ない人間にはそれくらいしか言えんだろう。まあいいや、おっちゃんに話ができたし。この時の勅使河原の言葉は普段会わない俺に怪談話のネタとしてこの話題を振ったので、まあいいやと思っているのだろうという程度にしか考えなかった。帰省も終わり、関東に戻ってある程度時間が過ぎ、勅使河原の話はすっかり忘れていた。メールをチェックしていると勅使河原からのメールが届いていた。工場へ行った時にガス漏れ事故があり、それに巻き込まれて左目をやられたという話だった。その内容を見た時に一瞬ほっとした感覚があった。不謹慎だとは思わなかった。とりあえずメールでは死ななくてよかったなと励ましの返信を出して、次の帰省の時にまた飲みながら話をした。そういえばめでたく左目を。その時はもう完治していて眼帯も何もしていなかった勅使河原が曖昧に笑った。失明しなくてよかったな。っていうか死ななくてよかったよ。言うにしても大げさだなと思って話を詳しく聞くと、そのガスというのがかなりケミカルな劇薬で、目の粘膜から吸収された量だけでも致死量になる可能性もあったのだと。へえ、それでよく失明しなかったな。いや、運が良かったのか。勅使河原は曖昧に酒を飲むと俺を見て笑った。おっちゃんに話をしたから体勢ができてたんじゃないかと。どういうことで？ガスを浴びちまうとき一瞬子供の声がしたんだよ。小さい女の子の笑い声。反射的にそっちを振り返ろうとしたんだけど、おっちゃんと話したのを思い出して振り返るのこらえたんだわ。勅使河原は自分の左後ろに手をかざすと、そしたらそっちからブワーってな具合にガスが。振り返ってたら直撃？うん、多分。いやー、シャレにならん感じだった。油汗。勅使河原の感想を聞いたとき、失明しかけたとの勅使河原のメールを見て不謹慎にもほっとしたわけが分かったような気がした。そのとき出した返信通りの心持ちだったのだ。死ななくてよかったなと。その後勅使河原に話を聞くと、その子供は相変わらずいるらしいが、もう勅使河原には構わなくなったとのこと。それからも勅使河原は時折自分がヤバそうな体験をすると俺に話をする。話の内容がなかなかに深刻なので、笑って怖い話が聞けるからいいやと構えていられない。勅使河原よ、霊感がある人間が霊感ゼロの人間に霊障の相談をするな。前例があるだけにこっちは怖くて仕方ないぞ。
今回の怖い話はこれで終わりです。よければチャンネル登録、高評価、コメントをいただけると励みになります。次回もお楽しみに。